わきわきわきー、森の都のカプセリスト、わっきー貝山です。今日はですね、藤子不二雄さんの作品忍者服部くんをレビューしたいと思います。まさに昭和レトロね、マニアックなとこついてきますよね。ちなみに僕が中学校3年生の時に高校受験の時にですね、この忍者服部くんをやりすぎて志望校に入れなかったという、そんな経験がありますが、はい、大事にファミコンソフトも今だに持ってます。忍者服部くんはね、思い出あるんですよ。当時ね、コスモスのガチャガチャのおじさんから、これ忍者服部くんカプセルに2体ずつ入ってるんですけど、これあげるよってもらって、嬉しくてそのまま開けずに取ってやるいや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 、うん、なかなかいい感じ。このボリュームが好きなんでね。ということで、忍者服部くんです。どうぞ。ニンニン、まずはコスモス版の服部くんの消しゴムですね。はい、中央の 1,2,3、ね、この3体が服部くん主役ですね。で、こちらがね、弟の心臓で、獅子丸、ちくわ好物ですよね。で、ケンイチくんと、まあ、彼女ね。で、こちらは剣幕ですね。はい、食べ幕、普通のスタイル、珍しい。で、こちらが影千代っていうね、ペットね。はい、まあ、この辺の少し細くてギュルッとした感じがコスモス版の消しゴムです。この並びもすごいですね。向かって右側、この2体ね、まあ、小池さんの先生と獅子丸はバンダイの正規品、そして、こちらはですね、紺野産業の、忍者服部くん。紺野産業の消しゴムは若干ですね、ボテッとした感じの、ね、造形ですね。また味があって、僕の好きな造形、これね、結構ミニミニサイズですね。はい、忍者服部くん吸盤付きね、後ろにはこの吸盤も付きます。まあ忍者ということでね、壁にいろいろと貼り付けられる。こちらは心臓ね、心臓服部くんっていうね。他にもラインナップありそうですが、僕はこれだけです、ね。なぜか服部くんのミニプラモデルっていうのもガチャガチャで当たりまして。これ煙巻きも確認していますけどもね、まさかの真っ黒ですね。はい、武器もですね、鎖鎌とかね、剣とかもありますけど、これブーメラン持ってますけど、これすごいのがですね、後ろにボタンがありまして、ボタンを押すとですね、ボンって首が飛ぶという恐ろしいですね。これはないよね。これはコスモスでリアルな手裏剣なんかも当たったんですがね、普通の手裏剣かなと思ったら、じゃん、忍者服部くん風手裏剣ね、草みたいなね、草原色の手裏剣ですけど、不思議なものといえばこの免許証ですね。忍者服部くんにも免許証がありまして、はい、伊賀の影千代、ニャンサイ、またたび、家具まで有効。ちょっと残念なイラストが逆にいいですよね。パチな感じが。剣巻健三の免許証、10歳だそうです。犯人にしよう。やばいですね。はい、伊賀の獅子丸、1歳。負け犬になるまで有効。はい。いやー、この服部くんもやばいですね。確実に同じ人が書いたんでしょうけど、服部くんとか心臓くんとかあると思うんですけどね。はい、僕持ってるのが影千代、影千代、あとは剣道剣とね、剣巻剣とね。はい、この辺ダブってるので、ぜひトレードしたいです。いかがだったでしょうかね。また折を見て藤子不二雄作品の方も、はい、皆さんにレビューしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンやコメント、そしてガチャガチャのリクエストも待ってます。それではまた次回。